こんにちは、朝日パワーマネジメントです。今回は姫路市鹿間区富士見ヶ丘町にある平屋建て 2LDK の中古戸建てをご紹介します。こちらの物件、令和5年8月にフルリフォームしていますので、室内もとても綺麗になっております。それでは早速お家の中を見ていきましょう。玄関ですね、結構広いですね。横長のシューズボックスがついているので靴もたくさん入ります。大理石柄のフローリングもおしゃれですね。それではリビングへ行ってみます。リビングは16畳あります。照明はダウンライトで部屋の雰囲気もかっこよくなりますね。広めの収納がついていますね。こちらがキッチンですね。キッチンだけで6畳もあります。キッチンも新調しているのでピカピカですね。奥にはパントリーと勝手口もついています。使いやすそうなキッチンですね。リビングを出て廊下にも収納がついていますね。その隣は洗面所、浴室です。こちらも新調しているのでピカピカですね。結構広いので収納棚を置いても余裕があると思います。お風呂も追い焚き機能、浴室乾燥機付きです。トイレですね。トイレのドアはスライディングドアになってます。ウォシュレット付き、手洗い場もついています。そして北側の洋室です。もともと和室だったお部屋を洋室にリフォームしています。広さは6畳ですね。収納付きです。そして先ほどの洋室と南側の洋室の間にウォークインクローゼットがありますね。こんなに広いウォークインクローゼットがあれば収納にも困りませんね。南側の洋室ですね。こちらも6畳で和室から洋室にリフォームしています。壁紙の模様もおしゃれですね。リビングの窓を開けると物干しスペースがあります。洗濯物はここで干せますね。そして工事中になっているこちらのスペースに駐車場を増設します。10列2台駐車可能です。ということで、姫路市鹿間区富士見ヶ丘の平屋をご紹介させていただきました。最後に物件詳細も見ていきましょう。
やる気のある方、どんどん募集してください。詳細はこちら。ゴーゴーお待ちしてます。